ピアノ競争曲第2番と長調作品44は、ピョートル・チャイコフスキーが作曲したピアノ競争曲の一つ。1879年から1880年にかけて作曲された。初演は1882年5月22日、モスクワにて、アントン・ルビンシュテインの式、セルゲータ・ネイエフのピアノにより行われた。ニコライ・ルビンシュテインに検定されている。 チャイコフスキーのピアノ競争曲は未完のものも含めて全部で3曲存在するが第1番が圧倒的に有名である一方この第2番が演奏される機会は滅多にないチャイコフスキーは第1番の検定を拒否されたニコライ・ルビンシテインにこの曲を書き改めて検定したいくつか控えめに助言をしてニコライは今度は検定を受けたそして初演では 彼がピアノを担当するはずであったが、これを待たずに、超結核のため、1881年3月24日に、パリで休止した。フルートに、オーボエに、クラリネットに、ファゴットに、ホルニオン、トランペットに、ティンパニゲン5部、フェレンツ・フリッチャイの式、リアス放送交響楽団、1951年の録音をはじめとして、シューラ・チェルカスキーは DG、ジロティバンによる、 クラウス式とボックスボックスとコンセールホールソサイティにも指揮者を変え再度録音している。NHK 公共楽団の共演にもこれを用いたため NHK のアーカイブにもこの録音が残っている。チャイコフスキーと共に映るジロティ初版は1881年に出版されたがチャイコフスキーの弟子のピアニストアレクサンドルジロティが一部手を加えた改訂版を 1897年に作曲者の許可の下で出版している。が、これは、チャイコフスキーの意図を大きく逸脱していた。エディト・ファルナディとヘルマン・シェルヘンのコンビによる演奏は、ジロティバンが使用されている。1955年、アレクサンドル・ゴリデン・ベイゼルが、自筆譜をもとに、原点版を復活させて以降、ジロティバンが使われることは最近は、あまりない。 チャイコフスキー国際コンクールはゴリデン・ベイゼルによる原点版の使用が義務付けられている。ありがとうございます。